どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、タウンホール中に、リーグから見ていきたいというふうに思うんですけども、今日のねテーマはテンプレ配置の攻略ですね。でなんかね最近スザンクロスが一段落したと思ったらこんなようなね配置と出会うことがよくあるんですけども、こっちですね。これ皆さんこういう配置って見たことないですかね。結構品質だと思うんですけども、今回のリーグでもね、1個、この配置ばっかしで揃えてるクランがあって、もういい加減にせよというような、ぐらいね、これやらされたんですけども。で、まあ、その中でね、見ていただきたい、その、リプレイ2本今日ありますんでね、ちょっとね、お付き合いいただければというふうに思います。で今回のまず一発目は大五郎さんですねが攻めてくれたタウンホール12のもう終盤ですね。相手カンスト級の相手に対してこれ8時方面から食い火でイーグル砲を狙っていくんですよね。でイーグル砲をきっちり処理した上でネクロをラッシュにして、ギガテスラに迫っていくと、まあ、いうような攻め方になっています。でまあ、クラン対戦リーグでねやっぱりギガテスラと逆側からこう行くっていうのは非常にリスキーではあるんですけども、まあ、今回のこの配置に限って言うとかなりねこの9時方面今大五郎さんが攻めているこの区画っていうのは火力がそんなにほど高くないんですよね。なんでしっかりそのレイジだったりとかあとは今当分も使いましたけどねこうやってフォローしていくと、まあ、クイーンがそうそう際どく死んでしまうようなことっていうのは、まあ、ないのかなというふうに思いますので比較的ね、なんていうのかな星1になるリスクの低い、まあ、パターンになっていくんじゃないかというふうに思います。で、援軍はこれ今回ドラゴンでしたね。まあ何が入ってるかっていうのはその時々で違うとは思うんですけども今回ドラゴンだったのでそこにしっかりねフリーズを打っていきながらネクロの、アタックと、クイーンの、一発一発でしっかりねこの、ドラゴンたちを処理しながらギガテスラに迫っていきます。で、呪文を見てほしいんですがあと7個のコウモリプラスフリーズ2発ですね。これを終盤ふんだんに使っていきます。まあね、この配置の特徴として、今見てもらっているここのところですよね。ここに結構ね厚みがあるんですよこの辺に。なので、これこっち側から入ってこうと思うと結構きついんですけども逆にね、こちら側からこう入っていくと、まあ、ギガテスラまで比較的ね、まあ、届きやすいっちゃ安いと思うんですよね。でそうした時にじゃあ今ね最初に囲ったこっちの角ここをどう処理するかっていうのが失礼しました。ここねどう処理するかっていうのがコウモリなんですよね。コウモリを使うことによってここを処理していくと、まあ、いうような、ねプランになっていて非常に、ね、これ綺麗に刺さってましたんで、ぜひぜひ、ね同じような配置を見かけた場合には参考にして、ね、前回取ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。どうでしょうねこれだけ、まあ、コウモリとあとスケルトン残っていますんでね、まあ、ネクロマンサーがさすがにこれだけ圧倒的に全開取れていれば、まあ、一つね、この配信の攻略として、言ってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。もう見事な全開アタックでございました。で、もう一個見てもらいたいのは、ちょっとね、今回は失敗してしまった例を見てもらいたいと思うんですけども、これですね。ちょっとね、相手の配置っていうのが、少しね、さっきのとは若干違います。テスラがね、9時方面にやったといっぱいあるんですけども、その代わり、なんていうのかな、その代わりでもないか、大砲とかね、防衛施設はそんなに強くないんですよ。強くないんですけども、まあ、分かってもいるかもしれませんが、結果は 95% ぐらいの、星2で終わってしまった、ニャーサのアタックですね。で決してね、これもそんなに悪いアタックではないんですけども、なんで、星2で終わっちゃったのかっていうところをね、ちょっとよく話をしていきたいというふうに思いますので、見てもらえればと思うのですが、攻め方はさっきの大五郎さんとは違って、クイヒーからのペッカボーラーっていう感じですね。で、まあ、クイーンは上に行くか下に行くか、ちょっとこの辺だと分かりにくいので、ある程度進路を決めてから、まあ、臨機応変にね、ボーラーと、あとはライドラーを使って、一気に押していこうという風なプランだったんじゃないかなという風に思いますね。でこれはもう確実に、6時方面にあることが見えましたんでこのタイミングで、次の手に入っていきます。まずバスターを打っていってギガテスラまでの道を作ると。
てライドラでカットしながらババキンでさらにカットペッカも入れていくっていう形ですね。で、もうギガテスラまでは最悪ね、あのペッカとかボーラー全部いかなくても多分これはいいと思ってたと思います。なのでボーラーを手持ちで少し残してますよね。ギガテスラに行かないボーラーたちは6時方面から、中に壁の中にこう入っていく。で、後から出したボーラーの8体っていうのがギガテスラに向かっていくっていう、こう2つの、舞台に分けたところが、まあこれうまいですよね。で、まあ、結構安定してねここまで来てるんですけども、これ前回伸びないのなんでかっていうとイーグル法なんですよね。あのイーグルがね結構この攻めではいい仕事をしていて、見てください、これずっとねあのイーグル砲がこっち打ち続けてきてるんですよね。でこうなってくるとなかなかあのユニットがやられちゃって自利品に最後なってしまうというところで前回までこれ伸びなかったんですよ。まあ何が言いたいかっていうと、さっき大五郎さんの攻めだとイーグル砲から壊していって、でギガテスラを終盤処理しましたよね。まあ要するにこれ真ん中でこうスパッとね、割ってみると、スパッと割ってみると火力が圧倒的に強いのってこっち側なんですよね。圧倒的に火力がこっち強いです。ここって、まあ、言ってみてもこのくらいなんですよ、防衛施設の数っていうのは。なので、先にね、火力の低いところっていうのをきっちり潰して、そこでユニットをやられないようにうまくコントロールしながら、最後それをね一気にギガテスラまで持っていっちゃうっていう大五郎さんの、まあ、その判断っていうのが、まあ、今回ね、生きたのかなっていうふうに思います。やっぱイーグルがね残ってしまうとこうユニットが最後苦しいですよね。で伸びきれず時間切れと、まあ、いうところでしたね。惜しかったんですけども、はい、というところでね、ちょっともう一回、配置を少し見てみたいというふうに思うのですが、こんな感じですね。まあ、1個目の配置と少し、まあ、違うというものの、まあ、この2つのね配置があることは、このような格好の村見た時には、思い出してもらえたらというふうに思うんですが、もう一回言うと、真ん中でこうスパッと割った時ね、火力が強いのはこっちです。圧倒的にこう火力が強いですね。この辺強いのでこっちから行っちゃうとなかなか、ユニットもやられちゃうし、このイーグルまで届かなくって撃たれまくっちゃうんですよね、イーグル砲に。なので大五郎さんはこちらから入っていってイーグルを潰して、で、その後余力を残した状態でガーッとねネクロ部隊をこっちに入れていくと。で最後コウモリで外周をぐるーっと回して前回まで持っていくっていうプランニングでしたね。この、2つのプランの違いっていうのはね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますし、まあ、決して今回のニャーさんの攻め方ね、かなり惜しかったので間違いというわけでは全然ないと思うんですけども、ただこの配信の場合にはちょっと圧倒的にね火力が高いその3次側っていうのかな、右側を先に処理しようとしちゃうと、もしかするとイーグルに打たれ続けて前回まで伸ばすのは厳しいかもしれないですね。ただし星には確実に取れますね。ジャンさん、大五郎さんのやった一発目、こちらからねこう入っていく攻め方っていうのは最悪の場合ギガテスラまで届かずに終わってしまってね、この言ったこの辺とかで終わってしまって、で星1で終わると、まあ、いうリスクもありますんでね、そこはクラン の、まあ、その方針だったりとか、あとは全体のその星の数の差とか見ながらね、全開がいるのか星2を確実に取るのかっていうその判断をしながらね使い分けてもらえたら、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね、本日もこの辺りで失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。